とんかつです。この動画は絶粒子戦争の正常フェーズの前半の解説動画です。まず詠唱が終わると方角は関係なしにこんな配置で雑魚が出てきます。で、8人の中からランダムで2人に剣のマーカー1本と2本のやつがつくんですね。この剣のマーカーはマーカーがついた人を対象に1、2の順番でゼフィランが距離減衰の頭割りをやってくるので、こんな感じでゼフィランを来たとして1番が南、2番が北という風に行き、他の人たちは4-4になるように調整し3回します。マーカーがつくのは完全にランダムで2人なので、4-4に人数調整するための優先順位は決めておいた方がいいです。真ん中の2体の雑魚は抜いてる方向が2パターンあるんですけど、抜いてる方向をはじめにこんな感じで突進して円範囲を出していきます。避け方は南北をスタート位置として時計回りか反時計回りに移動していくんですが、雑魚の向きがこうなら反時計回り、こうなら時計回りに避けます。避けるために移動する距離はほとんど感覚なんですけど、進む方向の円範囲が消えたら進むっていう感じです。あとは気をつけるところといえば、南北に4-4で分かれたあたりで外周2方向から視線が来るので、それに気をつけるくらいですね。では実際の映像ですね。詠唱が終わったらまずはゼフィランを来たとしてカメラを向けます。マーカーがついてる人を確認して人数の調整で、時計回りか反時計回りの判断をしながら南北に分かれます。今回は時計回りですね。でさらに外周2方向から来る視線も場所を確認してそちらを向かないようにします。視線が終わったらあとは時計回りに移動し円範囲を避けるだけです。正常フェーズ前半の解説は以上ですね。後半に続きます。後半の解説はもう上がっているので概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。あとこのフェーズを何パターンも連続で見る動画も一緒に上がっているので、そちらも感覚をつかみたい方はリンクを貼っておくので、そちらからチェックしてみてください。ではご視聴ありがとうございました。